春に浴びた光はしぼみつつあるが、この地に魔力すむは歴史が証明。マイルの舞台でさあ血がうずく、ジョー・ストリクトリの清水調教師です。よろしくお願いします。お願いします。春ニュージーランドを買った時には、はい、バッとこう道が開けたように思いましたが、はい、そこからちょっと大きな着順を並べましたね。そうですね。どこが、まあ、まだやっぱり G1 という舞台ではちょっと力が足りないとか、まあさすがにそういう部分もあると思いますよ、うん、G1 はやっぱりメンバー揃いますし、はい、でちょっとやっぱり使ってましたんでね、うん、はい、秋になって、まあ、前走、まあ、あまりにも悪い馬場でしたから参考外と思ってもいいんですかね。そうですね、休み明けですし、うん、馬場も悪かったですし、はい、まだね使えば良くなるなっていう余地がありましたんで、はい、使えば良くなるなという余地の部分の部分はこの中間で良くなってますか。あまりこうガラッと、うん、良くなったっていうのはないですけど、うん、まあ少しぐらいはね上向いてきてくれるでしょうしね。まあ、もう春の時点で重賞勝ってるわけですから、モテる素質とスピードはいいものがあると思うんですが、そうですね、はい、一夏越してここが良くなったというところあります。まあそれほど変わらないですね。まあもともと馬格あって、はい、ね、そこそこ完成度の高い馬やったんで、うん、はい、じゃあまあそんなに変わってはないけど、はい、まあ、叩いてどれだけ良くなってくるかと、はい、コバ相手ということですが、この時期の3歳対コバっていうのはどれぐらいの開きというか力差ってあるんですかね。いや結構あると思いますよ。あ、結構ある。結構僕はあると思います。あ、はい、その2キロぐらいの筋量で埋めれるほどのもんではない、ね、僕は結構あると思います。2キロもらったとはいえね、まあさ強い3歳もいますけど、はい、ね、先週先々週の競馬見てもまあそうですね、うん、まあでも平均すると少し本当はあるかなということです、うん、やっぱりコバの方がもちろんね、うん、はい、ジョー・ストリクトリにとって理想的な競馬、まあ、この馬が最も力を出せる競馬というのはどういったレースになるんですかね。やっぱりもともとスピードありますんでね、はい、はい、点に行くスピードもありますんで、うん、まあある程度こいで流れに乗ってっていう競馬が理想じゃないかなと思うんですけどね。器用さという部分とスピードという部分ですか。まあ器用さもあると思いますよ、うん、はい、じゃあその辺がまあどううまく噛み合ってこの大舞台で力を出せるかというところですね。そうですね、まあ、あの競馬行くと、まあ、調教もそうですけどすごい真面目な馬なんで、うん、はい、体調さえ整えば、ね、力出し切ったら少しぐらいはできるんじゃないかなと思ってるんですけどね、はいはい。